はいどうも、今日も元気にポケモンやっていきましょう。チャンプレです。ということで今回もね、のんびりやっていきましょう。あら、ごめんなさい、スーパーコンテストショーですか。うふう、楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはスーパーコンテストショーでもすごく強いそうです。うん、あなたもっともっと強くなってください。そしたら勝負しましょう。あの人がジムリーダーなんだね。お、あ、さっきのあらチャンプル。おお、ママ、え、あなたあやこさんのお子さん。じゃあスーパーコンテストショーすごいかも。さあどうかな、チャンプルーとスーパーコンテストショーのこと話したこととかないもんね。それよりあなたたち知り合いなの。そうだった、さっきの俺このシールもらってね。プリティシール、シーを1枚手に入れた。コンテストに出るときにそのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげたらいい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたもショーに参加してみてね。練習もできるからっていうことで。驚いた、チャンプル。ママ退屈でヨスガに遊びに来たらあなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。何、スーパーコンテストショーに出るの。ポケモンの大舞台なのにあなたがいつも通りじゃダメよ。これを着ておしゃれしなさい。チャンプルはドレスをもらった。きっと似合うよ。似合うわよ。だってママが選んだもの。はい。違った魅力。ほうほうほう。ちょっと待ってよ。ドレスどこで着替えるんだろう。これはなんだ。ああ、そういうことね。おい、あ、ゴルダックいる。こわわ。コンテスト会場へようこそ。ここではスーパーコンテストショーの通信受付です。あなたのポケモンを友達と同じスーパーコンテストショーに出すことができます。なるほど、どういうことだ。練習に参加、どういうこと。審査するポケモンのコンディションと参加するコンテストの相性がとっても大事。なるほど。ダンスはリズム感がポイントで、タイミングが合ってるほど評価も高いわよ。なるほど。君もスーパーコンテストショーに参加。ポフィンケースも持ってない。ショーに出ても優勝は難しいかもよ。それでも出てみるなら右の受付で実習をしてみるといいかもね。じゃあこの練習、参加するポケモンとコンテスト技を選んでください。ケズヤ？何ケズヤって。じゃあこの、ノーツ安定が失敗にならない。これでいいじゃん。ボールカプセル。それではお客様のポケモンエントリーします。エントリーナンバー1番です。頑張ってくださいね。ノーツっていうことは音ゲーか。説明。ルールを説明します。まずビジュアル審査から入ります。ポケモンのコンディションとカスタマイズしたボールカプセルの見栄えが評価されます。
ダンス審査、リズム感が評価されます。画面の右からノーツが流れてきます。判定エリアに重なるタイミングで A ボタンを押してください。太鼓の達人みたいだな。ロングノーツは帯状に伸びたノーツです。帯が続く間 A ボタンを押し続けます。なるほど。タイミングよく叩くとハートゲージが溜まります。このロングノーツはさ、押しっぱでも大丈夫なのかな。終点は離すタイプなのかな。俺いつもさ、いろんな音ゲーやるたびにさ、ロングノーツの終点って押しっぱなのか、それともなんていうの、終点で、なんていう、終点で外すのか。 X ボタン、ショーポイントがもらえ、他のパフォーマーと連続で出すと技連鎖となり、もらえるポイントがアップします。4人のショーポイントの合計がノルマを超えるとスーパーコンテスト賞成功。あ、ライバルじゃないんだ君たち。成功した時にもらえる成功ポイントを貯めれば会場ランクがアップ、ステージが豪華になります。あー、なるほどね。実際に練習しますか。はい。俺この人たちに勝たないといけないのかなと思ってたわ。おばあちゃんとマダムとよくわかんない怪しい人物。お前らでアピール。なるほど。結構簡単な音ゲーだね。なんか音ゲー初心者でもできそうなぐらいのグレート。ほうほう。この上の線があれかな、ノルマクリアみたいなやつかな。押しっぱにしてみよう、このロングノーツ試しにね。あー、なるほど、終点で外すタイプだね。オッケー。なになになに。オッケー、了解しました。ボールでこ、何、いろいろやった方がいいの。じゃあ適当につけるか。はい、多分なんかシールいろいろ貼ってれば貼ってるほど良さそうなんで、ちょっと適当にポチポチポチとつけていきましょう。よし、こんな感じで。ちょっと雑ですけど、スーパーコンテスト賞の受付です。かっこよさコンテスト、はい。ということで、
どうしようかな。オッケー。最後にスタイル。お、かわいい。ノーマルランク。ねえ、めっちゃかわいいんだけど。ギャラドスでけでかいんだけど。メグさんとムックン、マオさんとパワッチ、なんか鳥かご持ってんだけど。突如始まるこの音ゲーね。ハイドロポンプでアピール。ほうほうほう。ノーツの判定結構厳しめかな。ちょっと早めに押した方がブリリアント出るかも。はい、成功。ベストパフォーマー発表。チャンプルーとギャラドス。よし。OK。ノーマルランク。ブリリアント、グレート、ナイス、ファースト、スロー。ほうほう。ミスっていうノーツ判定じゃないんだね。ベストパフォーマーおめでとうございます。かっこよさシール A をお渡しします。これさ、かわいさコンテスト。ウルトラランクら辺ちょっとやってみてほしい。なるほど。あ、そしたらじゃあ、もう一回だけコンテストやってみましょう。このグレートの方で。あ、そういうことね。あ、じゃあ、かっこよさコンテストで、グレートやって、で、ギャラドス出して、これもう一回やっていこう。はい、これ。ねえ、めっちゃ可愛いね、マジで。超可愛い。さあ、ノーツ数が増えるのか、BPM が速くなるのか、ちょっと、気になるんで、それを見ていきましょう。なんか2人しかいないんだけど。あ、いたいたいた。よかった。ゆきちゃんとぶーちゃん。ピッカ、ピカサブロ。何でピカサブロって。これいきなりさ、音ゲー始まるから。あ、なるほどね。ノーツ感覚は結構短くなってますね。ナイス。気持ちは早めに外した方がいいね。
うん。なるほどね。ランク1でもこんなに上がるの難しいんだな。ほとんど同じぐらいだけど。なるほどね。これ結構面白いな。最後にスタイルを決めてください。はい、ちょっと面白いなこれ。ウルトラランクエントリーナンバー1番チャンプルさんとゲラドスピカチロウ。ハートの数が全然違う。ケントさんとマッチュ、チャールさんとミラド。これいきなり始まるからね、やばいよね。マジで精度あり。あ、ちょっと遅かった。でもノルマゲージいかなかったけど。なるほど。すごいね、グレートの数がブリリアントより上回ってるっていう。なるほどね。てかハートが全然もらえてないっていう。ヨスガシティを探索しよう。これ探索するところをもう探索した気がする。このコンテストのところじゃなくて他に探索するとこあんの？お、びっくりした。神出鬼没のプル太郎。じゃあ待ってたでチャンプル。お互いどれだけ強くなったかここで比べるぞ。ポケモントレーナーならいつだって戦えるようにしておくのは当たり前だ。待ったなしだぜ。また出やがったな、プル太郎の野郎。4つ。ムックルを繰り出した。まだムックルなの、君は。もう俺、ムックホークなんですけど。マジか。じゃあ交代させます。エンペルトで影分身をした。アクアジェット。おう、倒れた。ブイゼルを繰り出そうとしてる。あー、これか。ブイゼルやったな。こっちもすごいの見せてやる。見せてくれるんでしょうね。つつく。あららら、らレベル差20何レベルもあるんでね。林画面。あー、属性相性ちょっと悪いね。まあでもついてみよう。
効果抜群。呪い攻撃。あ、結構いろんな能力つくね。あ、でもこっちの方がまだ早いって、スバヤさん。やったね。うん、あー、ちょっとうまかった。ポニータ。おお、ポニータか。もう勝ちじゃん、ポニータなんて。しかも、はい、バブル光線で。バッシュ。効果抜群。バイバーイ。プリタラとの勝負に勝った。なんだってんだよ、俺負けちまったよ。もうちょっと頑張りなさい、プルタロン。うわー、また負けたのかよ。これじゃあ最強のトレーナーに挑む俺の夢が。いや、もっと強くなって勝ち続ければいつか。よし、次はトバリシティのポケモンジムに挑戦するか。じゃあな、チャンプル。次に会った時の俺の成長に驚け。はい、というわけで。まあ、いっか。こんな感じで終わりにしたいと思います。もうすぐジム、行く感じでいいかな。もうなんか参加っていうか、その、散策するとか、なさそうだし。だってもうないでしょ。ほとんど。はい。じゃあ次はジム戦でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。